どうも皆さんこんにちは、黒トラ白トラのタイガーです。今回はですね、初になりますかね、こちら黒トラ白トラでも音楽番組ちょっとやっていこうかなと思いまして、タイトルをね考えたんですけど、TM エボリューションにしようかなと思います。タイガーズミュージックエボリューション、はい、なんかどっかで聞いたことあるようなタイトルですね。 TM エボリューションみたいな感じですね。まあなんか言われたら、まあ、その時考えますけども、はい、というのがですね、普段は私タイガーね、これ虎のコスチュームに身を包んで、まあ、広報活動をね勤しんでるんですけれども、まあ私の中に眠ってるね、普段眠っているあいつがですね、アートの活動、アートの分野ではですね、まあクロス&ブリードという、ロックなグループを作って一生懸命頑張ってるんですけれども、まあ、そちらの方を応援するという意味でですね、こちらの黒トラ白トラで広報させていただこうかなと思ってる次第であります。で、今回そのクロス&ブリードでですね、ファーストアルバム、The Beginning of the End、The Beginning of the End に収録されております Falling、フォーリンという曲のなんかちょっと PV を、まあ、プロモーション作ったみたいなので、まあ、そちらの方をちょっとご紹介させていただこうかと思います。まあ、せっかくですので、ね、そのクロス&ブリードの、タイガーさんにね来ていただいて、まあ、思い入れなんかをね、まあ、一つ二つ語っていただければと思います。それでは、ご紹介いたします。よろしくお願いします。クロス&ブリードの、タイガーさんです、はい、よろしくどうぞ。どうも皆さんこんにちは、クロス&ブリードのタイガです。今回ですね、紹介させてもらうのは、僕のワーストアルバム The Beginning of the End に、7番目に収録された Falling という曲なんですけれども、この曲というかね、もうアルバム自体がもう10年ぐらい前にはもうできてたんですけれども、まあ、僕はここ、まあ、ニュージーランドに来てですね、ずっと長いことね、まあ、普段はタイガーがね表に立っていろいろ頑張ってたんですけれども、まあ、僕タイガーはね、まあ、タイガーの後ろに隠れてね、まあ、こっそりとね、まあ、体育座りしながら、まあ、空でも眺めてたんですけれども、まあ、最近ね、まあ、タイガーにずっと任せてるとね、まあ、僕タイガーがね、このままじゃ死んじまうなと思ったもんで、まあ、そろそろちょっとまだ表に出てね、ちょこちょこっと活動していこうかなという、気になってきてですね、それでまあまた最近ちょこちょこっと活動してるんですけれども、まあ、そういうわけでですね、今回クロス&ブリードのフォーリンという曲を PV、プロモーションビデオをちょっとパパッと作らせてもらったんですけれども、まあ、このフォーリンという曲はですね、モチーフが打天使になってまして、フォールエンジェル、落ちゆく天使、落ちる天使とか言ってね、打天使。まあ、ちょうどこのね、羽と角とね、もう本当にこのなんか、素晴らしいこの演出がね、もうイメージぴったりで使わせてもらったんですけど、最近はもうすごいですよね、アプリもね、これ無料のアプリとかもすごいですよね、本当に。もうね、もう若い子ちゃんってすごいわ、本当に。ということで、フォーリンね、打天使のイメージなんですけど、まあ、僕というのが、まあ、幼少の頃からそのキリスト教の教えとかをすごく教え込まれて、まあ、ギリシャ神話とかも好きだし、西洋文化のね、まあ、もちろん東洋文化の、まあ、禅とか、ね、ブッダとか仏教とかの世界ももちろんまあ好きなんですけれども、まあ、西洋のそういう教えに小さい頃から、慕われまして、まあ、ほんで、まあ、バイブル、いわゆる旧約聖書だったり、まあ、新約聖書だったり、そういったもののコンセプト、アイデアだったりっていうのが、まあ、僕の真ん中に渦巻いてるんですけれども、その打天使のイメージで作ってあるんですが、それと同時にですね、まあ人間、僕ら人間のね、幼少期、少年少女の時のね、まあ、純粋な頃、心のまだ純粋、何も善悪もよく知らないようなね、頃からまあ思春期になり、社会に出て社会に揉まれ、まあ、まるでね、まあ、例えばまあ女の子だとしたらね、まあ、まあ純粋なね、まあ、少女で純粋な女の子が、社会に出て、まあ、お水商売でもね、風俗でも何でもいいんですけど、まあ、社会に汚され、世界に汚され、どんどんね、その性に目覚めたりとかして、ね、まあ、自分のこう、まあ、なんかこう汚れていくというようなこう悲しみというかね、心の痛みとかね、まあ、そういったものを投影させた歌であります。本当ね、キリスト教会ではね、罪の意識っていうのをやたら無駄に植え付けてくるんですよね。人は皆生まれながらにして罪人だというね、君も罪人なんで生まれながらにしてというようなことをね言ってくるわけですけれども、まあ、その罪の意識という、ね、まあなんか自分はなんて罪深い人間なんだ、自分はなんていけないやつなんだ、自分はなんてっていうようなね、それで救いを求める、まあ、そういったことを、まあ、こう売りつけてくるような宗教というかコンセプト、彼らは知ってると思うんですけれども、
はい、でまあ僕もね、まあ、例にも漏れず、まあ、思春期っていうのとそういうキリスト教の罪の意識というのが見事にミックスして、まあなんかね、あの太宰治の人間失格とか読みながらねニヤニヤしてた時期もあるんですけれども、あのなんて自分はできないやつだ、なんて自分は醜いやつだ、この自分の心はなんて醜い、もう欲まみれ、物欲まみれ、性欲まみれ、もうなんだろう、自己顕示欲まみれ、もう欲まみれ、もう欲まみれな自分がなんて醜く見えるんだろう、そういったね、まあなんか時期がありました。その時にまあ生まれた曲なんですね、このフォーリンというのはね、はい、フォーリンという、曲の、サビにあります、Falling down from the sky。I lost my wings to fly、空から落ちてくる、まるで打天使がね、神に逆らった打天使がね、あの自分の欲に目覚めてね、落ちていく様、空から落ちていく様、 Falling down from the sky I lost wings to fly I'm crawling like a crawling around and land like a maggot、まるでウジ虫のように地を張っている、もう本当にその地の底の底まで落ちてね、まるでウジ虫のようにね、蛇のようにね、そこを這いずり回っているというような、そんな、苦しい歌です、はい、でもね、そのもう落ちるとこまで落ちて、とことんとことんもう落ちるとこまで落ちて、もう自分は本当にどうしようもない、血の底の底まで落ちた、心の底の底まで落ちた、もう落ちるとこまで落ちて初めて、それでも生きたいというか、ね、それでもまたあの光に手を伸ばしたい、まあ、そういった、まあ、再生、まあ、堕落破壊からの、まあ、再生復活というのを願った、まあ、曲自体はねもうそのままなんかもうゴートグレイブでねなんかもう破滅しちゃうような曲調、全然光に向かって復活するようなところはないんだけれども、まあ、まあ曲をね作った僕としてはその落ちるとこまで落ちたがまたね復活するためにあの自分の心をねまたね希望を持って持ちたいっていうような願いを込めて作られた曲です。フォーリーという曲。まあ歌詞もね、まあ、僕は純ジャパニーズの純ジャッピーなんだけど、もうピュアジャッピーなんだけれども、一生懸命考えてね、まあ海外の人、外人さんにもよくわかるようにね、日本語よりもまあわかるっしょっていう感じなノリで作ってるんですけれども、まあうまく伝わればいいなって思うんですけれどもね、まあそういった感じの、気持ちで作った、曲、フォーリーです。まあよろしかったらね、皆さん、まあちょろちょろっと見てってください。まあ、僕がファーストアルバム The Beginning of the End っていうのはね、そもそもねすごくまあなんだろう、思春期から大人になるにつれての、まあ、抱え込んだ葛藤だったりとか、カオスなね精神状態を、まあ、何事もそのファーストアルバム、その何事も生まれる瞬間っていうのはねカオスじゃないですか、この世界のねビッグバンド、もういろんなガスだったり何だったりがこう濃縮凝縮してこうやってバーンとビッグバーン、最初はもうバーンと広がっていく感じ、世界が、まあ、そういったエネルギーをファーストアルバムには込めたいと思いまして、まあ、すごいカオティックな作品になってるんですけれども、自分のねごちゃごちゃした精神状態を歌った曲が多いんですけれども、まあねそういう、コンセプトも、まあ、皆さんに伝えていけたらなと思います。というわけで、クロス&ブリードThe Beginning of the End Falling、ぜひ、まあ、興味があったらですね、まあ、こういう僕が紹介したような、視点から、まあ、まあ本当はね作品なんてね、まあ、自分の感じるがままに感じてもらうのがいいんだけど、まあ、どういう意図で、ね、作られたかっていう背景なんかも、ね、まあ、見るとなんか違った見え方がしたりとかして面白いと思うので、まあ、ぜひ、見ていってください。というわけでクロス&ブリードのタイガでした。どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、というわけで、クロス&ブリードのタイガさんでした。どうもありがとうございます。いやなかなかね、ぶっ飛んでいらっしゃいますね、まあ、なんせ羽も生えてるしね、角も生えてるしね、ぶっ飛びさんですね、宇宙まで飛んできそうですね。はい、というわけでですね、まあ今回ねこの TM エボリューション第1弾を飾らせていただいたのもクロス&ブリードさんの、フォーリンという曲だったんですけれども、まあね、こちら TM エボリューションではちょいちょいね、まあ、クロス&ブリード、まあ、通称黒ブリ、黒ブリの活動だけではなく、まあ、この私タイガーパーソナリティ務めます、タイガーね、まあ、影響を受けたアーティストとか、まあ、好きな音楽とかもまあちょこちょこご紹介していけたらなと思いますけどね。はい、まあそんなこんなで、また、次の番組、他の番組でもお会いしましょう。黒トラ白トラのタイガーでした。ほんではまたね、バイバーイ。